Hello, Screen。おはようございます。おはようございます。今日は栃木県ですね、ビッグ町宇都宮店さんにお邪魔させてもらっておりまして、まあもう現在入場を終えて台を取った後でございます。前回、はい、宣言した通り私、凱旋やりますわ。あいつはちょっと調子乗りすぎだね、はい、凱旋は凱旋が調子乗ってる、そうでしょ。いやもうちょっと調子乗りすぎた感はある。俺がやりますよ、今日倒します。そうですね、カリスマライターがね、一発でやめろってんそれ。あ、ダメですかこれ。ダメっていうか、はい、いや俺そんなんじゃないし、はい、そりゃもうなんかそういう偉い上のね先輩方言われる分にはすごいと思うよ。あ、はい、今までのあって俺のどこがカリスマなんだよ。あ、そうだ、なんすか。ちょっと日頃お世話になってるクリさんに、はい、プレゼント企画を持って、ちょっとドラとマルで2人で打って、はい、その流した様合いに応じて欲しいものをリクエストいただいたらプレゼントしようかなと思って、うん、どうぞ。何、じゃあ5000枚流したら5000枚分の何かもらえるってこと。まあそれぐらいの相当のものを。いや相当なもんだよ、俺テレビとか買えるよ。いやテレビ、そういうちょっとリアルなやつやめません。いやリアルなやつ欲しいっすよ。身につけてるものがいいかなと思ってて、なんか帽子とかお好きだから。プレゼント帽子も今時のさ、はい、そこそこしますよ。つばになんかシール貼ってあるやつとかですか、あれ。いや、なんか言い方だ、ニューエラとかでしょ、はい、なんかシールついてんなと思っていつも。木村京拓さんと沖ひかるさんに全部剥がされたんだから、持ってるやつ剥がされて、はい、沖さんに言いたっては帽子こうやってまっすぐなってるでしょあれがなんでまっすぐなの、曲げようよっつって高校球児みたくて曲げられてんだから、はい、こっちはそれ知ってる、うん、もうやめろ、トラウマなんだよそれ。すいませんすいません、人に帽子触られるのトラウマなんだよ。わかりました。まあなんでちょっと、まあ、じゃあ帽子とか本当にドラとマルプレゼント、はい、それは嬉しいですよ。その前にほら対決とかお話あったじゃないですか、ディレクター、うん、やっぱその前にやっぱちょっと本当お世話になってるんで、もう1回ね関係なくね、はい、恩返し企画だ、はい、それはありがたいです。本当にでももう十分ですよ、僕はこうやって一緒に仕事をさせてもらえて、はい、本当に、はいはいじゃねえよ。いや、なんすか。そこなんか言い合おうや。そんなことないですよ。僕らもですよ。何か、はい。はい。そうっすね。じゃないよ。いや、そうかなと思ってたから。そこなんかラリーしようや。あ、そうです。すいません。はい。じゃあ、というわけで、第43回ですか。ビッグマーチ宇都宮店。はい、私、凱旋から攻めていきたいと思います。最後まで応援の方よろしくお願いします。ペシャーペシャー、さあ、というわけで凱旋のカード取れたので打っていきます。ただね、ちょっとオープニングを撮影させてもらって、外で戻ってきたら気づいたら凱旋埋まってます。これ40台ぐらいありますよ。はい、埋まってますね。おー、なかなかですね、はい、なかなかです。まあ実際どうなのかは分かりませんが、まあ、当たってる方が結構いるので、はい、リセットはかけてるのかなっていう感じもありますね。もういい加減俺が見せますから、はい、こいつにね、いつまでもね、はい、舐められてたらダメよ。やられっぱなしだけにいかないですかね、うん、クリス、何が欲しいですかね本当に、うん、僕 NBA のチームのユニフォーム欲しい、選手の。誰でもいいですか。誰でもいいわけねえだろ。どこにブルース？いや今は
ウォリアーズじゃない、まあいろいろ欲しいな、カイリー・アービングっていう選手のも欲しいし、キャバリアーズの、はい、あとサンダーっていうチームのウェストブルック MVP 取った、はい、来年ちょっとそのチーム応援したいなと思って、応援するチーム変わるんですか。いや俺今いないんですよね、特に。へえ、まあ、キャブスは今年は応援してましたけど、はいはいはい、来年は特にここ応援しようかなとかを決めてやっていこうかなと思ってます。あっ、うわ、いやこれ1個押すんじゃない。あ、そんなことないか。リップさんはおいしそう。いや、これなくはないですよね。まあ他で当たってないから微妙だけど、リップさんで行ったのでかい。とりあえずこれ当てましょう。出玉的には結構12ツッコミ277ゲームスタート。ああ、いかない。よし、はい、狙います。おー、うまいですね。よっしゃ、いける。はい、じゃあ勝ち続けゲーム V ぞろい12ツッコミいきましょう。はい、さあ出発。はい、お願いします。まあ、今例えばこれが3000枚出ました。はい、その後ダラダラ打つっていうよりはもう3000枚出たなら逃げ切る、もうそれぐらいのことをして、はい、だからもういっぱい稼がず稼いだら判定待つ、はい、はい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 、ぐらいのことをしてでも勝つ。わかりました。じゃなきゃもうこのトラウマはちょっと一回払拭しないと。そうですね。あ、ゴトかあれ、プラスピードはあれはゴトです。いいですね、ゴト見たいな、もっと見たいな。俺言ってんの？クイズじゃないっすよ。だったら僕 あそこの人の見に来ますよ。後ろもっと見れたって、そういう見たいじゃないっすよ。収録でクイズさん聞いてほしいんすよ。あ、戻す、戻す。高評価、あ、高評価グッドお願いします。はい、サンセット、まあ ね、はい、どうしましょうかね。一応この時点でクリさん、これはでもね、まあ、リプさん当たってますからね。はいはいはい、そこっすよね、初っ端ですからね。じゃあまあとりあえずこの台打ちますけど、はい、予定ですけど一旦周り見に行きましょう。そうですね、番長がやっぱ盛り上がってんな。あれ、ハーデスももう埋まってる。やっぱ奥行きがもう埋まってますね。結構すごいっすね、出てな、出て。これは本当にあれですよ、移動どうこう考えてっていうよりはあの台でねじ伏せるしかなさそうっすね。そうですね。あ、そういえばクリさん、はい、前回転引いた時のなんかプロポーズするって言った方喋られてるの覚えてますか。四つ葉の車もらった日に頑張ってください。はい、ありがとう、ありがとうございます。ちなみに俺この旅行でプロポーズする。あ、マジで。どっちにしろ教えて。あ、わかります。また3回目お会いできる。あ、ちょっと本当に教えて。あ、覚えてますよ。あの方から会社の方にメールが来たんですよ。おお、ちょっとそれ読み上げますね。おお、まさかその県に関してかな。はい、はい、クリスさん、ドラさん、こんにちは。こんにちは。メトロクラッチェ中井月店でプロポーズ宣言したものです。その説はいろいろとありがとうございました。いやいや、6日の彼女の誕生日の日に通天閣の頂上でプロポーズ。どこでプロポーズですか。無事に
OK をもらいました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやよかった。気になってたんですよ実際。あの後なんかプロポーズするんですよってこっそり言われて、はい、頑張れよみたいな言ってたんですけど、はい、あれで振られたらどうしようなみたいな話をしてたんですけど。そうですね。いやよかった。まあ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 仲人仲人で呼ばれるんじゃないですか。いや仲人にしては薄すぎるだろ関係性が。でもあのメッセージビデオに出演とかよくないですか。いやだからさ芸能人だったらいいけどさ俺が出てきてもさ旦那さんは嬉しいかもしれないけど、はい、親族とか誰だよあいつみたいな。いや湧くんじゃないですか。うわーカリスマライター、カリスマライターって言うのだから。いいけど、さあ1、2パーを抜けたところで1、2パーねえよこの台。これあれ似てますね、はい、あの家庭科の時のあの手芸のなんかあって知ってますよ、ね、あのあるよね名前あれ家庭科のあれって。そうでしょスレッダー。そうでしょ。ほんとほんとニードルスレッダー。ニードルスレーダー、うん、ニードルスレーダーって言うんだこれ、まあ、ちょっとこの辺でニードルスレーダーの写真出てると思いますけど。はいはいはい、まあ、ニードル何でしたっけ、まあ、これがニードルスレーダーっていう、うんマジどうでもいい話です、はい、いやちょっとほらよくなるほらってなんだよ。ニードルスレーダーそんな効果ねえ。いや一緒にっていうかもうなんか俺に言ったんかなと思って。強い斜めケア入りましたね。強いかどうか分かんないよ適当に喋りすぎなんだよマルちゃんは。ちょっと集中力切れてきたんですよね。ちょっと飯行きます。いや今もう強い気なら引いたって言ってたからそれぐらい見ようよせめて。ほらそうっすね。そうっすねじゃないニヤニヤしながら。いやこれ当たったらでもいいかな。お兄さんこれ上ですよ。当たる。はい当たんなかったらラーメンおごりますよ言ったね。はい当たんなかったらご相談おごります。ファンだからダメ。お疲れ様です。いやお疲れ様です。参りましたね。そうですね朝からこうやってコーンとね、はい、やりたいですよね本当は。そんなにへこむような展開ではないですけどね。まあまあ悪くはないですね全然、はい、ただこのままいつも見たく天井とか行ったらもうアウトなるんで、はい、間違いないです。今日はね慎重に行きたいですね。そうなんですよ。クリスさんの全回転を引いた回ですね。はぁですね、はい、はい、その時のです。全回転おめでとう。ありがとうございます。いや、すごかったですね。ありがとうございます。ゴッドが揃ってね、あんだけ引く引く言ってやっと引けて、はい、よかったです。さすがクリさん。ありがとうございます。今回も面白かった。どのカメラマンさんとの組み合わせでも面白い。うん、いや本当そうですね。クリスさんのお力のね。いやいや僕じゃないですよみんながもう。いやいやそんなのクリスさんのおかげですよ。まあね、はい、ちょっとそこやるんじゃないですかラリーを。えラリーやるんじゃないですか褒め合うラリーを。あそうですか。はい、やはり面白い。見る前にすでに高評価をしてます。おありがたいですね。見る前にこれだ。はい見る前にこれ。まあありね。まあありですね。ありです。打ち方が雑すぎ、はい、ペナルティはプロなら控えろよって思います。面白いから気をつけてほしい。まあすいませんそれは。そうですね、まあ、プロって書かれてますけどプロでしょうね。いや、まあ、プロですよ。いやプロ以上じゃないですか。何カリスマやめろっつってね。中日ドラゴンズの山本まさにしか見えないです。なんでだよ懐かしい。俺なんかこうやって振りかぶったりしないだろう。お上手ですね。ラジコンもやってねえし別に。どこが山本昌さんラジコンのプロ。別に山本昌さんが嫌いとかそういうんじゃなくて、はい、似てるんですかね。今日ハットだからあれだけどキャップかぶってたら似てるんですかね。じゃあドラゴンズの帽子プレゼントしましょうか。いらんって。あそれいいっすね。いや、いらないです。あ別に了解です。いらないですよ。あ了解です。ラジオを聞きながら見ました。面白かったです。
まあ普通に、ね、今度はあのラジオを消してから見てほしいなと思いますけど、はい、まあまあどっちでも別にまあいいですけど。ロボットダンス BC お願いします。ロボットダンスお得意でしたっけ。いやお得意とかないっすよ。あ、そういうの全然言ってないですか。言ってないし、別にやったこともそんなないですし。じゃあ今日のエンディングで見れるということで、とりあえずじゃあ台探し行くか。まあ無理に追わず、まあ今日凱旋がもう無理だと思ったら別にそれまたね、次朝からちょっとパンチだろうかみたいな、やってやんよとか意気込んでましたけど、はい、撤回、怖いあいつ。はい、恐ろしい。というわけで後半戦も皆様行ってみたいと思います。ただいまね、店内ちょっとフラッとしてきたんですけど、はい、予想以上に稼働がやばいです。ね、移動できないですね。いやもうこういう運命ですわ。朝こいつ座ったらもう運命ですから。ですね、だって相変わらず凱旋の島ももうフル稼働ですから。盛り上がってますね。あ、クリスさん、はい、七夕あるんですけど短冊 かける道ですよ。願い事聞きません。それでなんか流れ変わるかもしれない。なるほど、はい、いいっすよ。じゃあちょっと行きましょう。面白いですね。何みんななんて書いてんだろう。お金持ちになりたい、ハーデスを降臨させたい、2万枚出したい、なんて書いてある。幸せになりたいです、クリ。すごい広いっすね。ゴッド行きたいとこ書くのかと思ったんですけど、もう一枚行くんすか。いやだってそんな言われたら。いや欲張りっすよ絶対それ。いやだって言うから。叶わねえっすよ。広いっすとか言うから。あ、ごめん、リプさんでもいいのでクリ。まあリアルによくは出してないですよ、はい、まあ間違いないですね。なんかとりあえずちょっとでも楽しくなるんでしょ。リプさんすら今しけてないから、まあ、そうですね。じゃあ僕もちょっと書いとこうかな。書いといてよ、はい、うん、お前やってんな、お前やってんな。すいません、完全に、はい、すいません。やめろって言うのそれ。止めらんねえ。誰も止めらんない。いや今の俺はダメだ。止めらんない。止めませんよ。止めらんないよね、はい、中井貴一でも止めらんないよ多分。え、中井貴一がもうやめとけよクリって言っても俺はやめないよ。いやほっといてください。俺はもうやるんで。なんで中井貴一だった。いやわかんない、なんかとっさに出てきた。とっさに出てくる中井貴一ってすごいっすね。ビルマの盾ごとの中井貴一ってビルマの盾ごとも出てこないですけど、なかなか出てくるか。まあ代表作ですから。おーいいっすね。ワンハンドレッド。これは行ってもいいね。ですね、いいとこにいたとこで行ってもいい。まあ、旧約ゲームってのはまだね、旧約だからもう、うん、行くなら今行って、今31ツッコミだから、はい、あもうこれは行ってもいいけど、うん、行かないならもう行くとこまで行ってほしいし、はい、当たるなら今当たって、当たってる最中に何か起こしてみたいな、はい、いいそうですね、はい、これはあれは行ってもおかしくないよ、うん、匂い。それはいます。もう当たってます。もうホテルの前着きました。ですね、はい。はい。おめでとうございます。入室。もう部屋番号押しました。はい。はい。908ゲームですね。31つ込み。はい。色変わってちょうだい。当たりよりは全然気持ちは楽ですね、はい、まあ嫌だけどね。もちろんもちろん。まあここで何かしましょう。大事な AT ですね。
強いですよ。強いですね。これ当たってくれていいよ。はいはい、いや本当にこんな枚数だから。これいるかな。いますね。おめでとうございます。危な。下手したら120枚とかで終わるんだよ。ね、よかった。よかった。マジよかったで。150枚ですよ。分かりました。ここじゃないですよ、はい、ここの段階ではなかったですか。なかったですか。持ってきましたもんね。あーこっちか、こっちか。何持ってきたんですか。あそこの3持ってきただけ。テイクリプレイはもう来ますから、3だけは持ってきた。500さすがっすね。綺麗木7引け。ここでまあちょっと赤なら2台なんですけど、どうしますか。いやいいですけど。まあ、2個ぐらい乗せるか。じゃあ行きましょうか。軽く2個ぐらいいっときますか。あれ、あ、ゴッド引いてんの。ゴッド中ずるゴッド中の SGG なかなかできないですよ、行こうか。ゼロで、はい、ゼロで行く。よしこれは夢がある。こっからループストックなんで任せました。ゼロ回って初めてかもしれないですね。そうですね。そう、 75% か 50% ぐらいやっけ、はい、うん、まあ、75の可能性もあるし、全然楽しめるやつ。人のことはどうでもいいんだよ。あの人もゴッド引いてるし。いやらしくしてありますね。アイブです。あ、アイブしてるんですね。アイブしたらやっぱ反応するんですよ。いくらゼウスといえども、ね、いやらしい。エロスロッターですね。エロスロッターっすわ。エロスロッターでカリスマスロッターさ。そうだっすね。あ、でもちょっといいですよ、ね、まあね、やめますか。ちょっと見に行きましょうか、はい、じゃあ。そうですね、見に行きましょう。本当にもういいです。もうマルちゃんとは仕事できない。いやだって負けるんだもん。いいっすよ。何ちょっと休みもらえたみたいな感じ出してんだ。いやこれもう見て、これ開いてないっすよ。もうどれも時々出てますね。パーですよ。うわ、天井行ってんだ。まあでも宮川中120回せば、はい、チャンスはありますね。最後ラスワンチャンかける。あ、いいっすよ。400、はい、でその残り、まあ、120ゲーム回してる間に、はい、なんならおこぼれゴッド。おこぼれおこぼれでゴッドしたんすか。おこぼれというかね。まあ、あるかもしれないですね。期待しつつ、じゃあこれ最後行きましょうよ。はい、さあ、じゃあ最後、はい、ラストチャンス、はい、286ゲームのハーデス。これ400までもう本当にハーデスで空き台はこれ1台だったし、はい、ラストワンチャンかけます。なんか起きれば御の字、はい、行ってきます。
今現在35ツッコミ、はい、まあ、40ツッコミ行く前ぐらいで、まあ、到達はすると思います。そうですね、40ツッコミ毎度のことこうやって負けてたら、はい、なんで仕事してんだろうなって思いますよ。そうですよね、俺何やってんだろう毎日地方まで厳選に来たりして、はい、いやでもプライスレスじゃないですか。何が一緒にこうやって仕事できることが。プライスレスじゃないよ、もう4万負けてんの。やべえな。はい、なんかもうまるちゃんふざけてっけどさ、朝から晩まで、いや朝から晩までって俺のことなんて呼んでんでしたっけ。カリスマライター。それだよ、はい、もうバカにしてんだよそれ。いやしてないです、もうその時点で。いやそれ俺ですよ、パチスローなんて、はい、打ってる本人ですけど、はい、大選びだって基本。でもこの番組に関してはこうディレクターと一緒に、はい、みんなで勝ちを目指す、はい、なのにそんなふざけてさ。いやふざけてないですよ。もう4連敗ぐらいですか、丸ちゃんで。まあその生放送だなんだも合わせたらこの4回連続ぐらいの負けで俺万枚ぐらいいってんすよ。逆万枚ぐらい負けてんすよ多分。だってドラ、それに比べてドラは、はい、まあ勝ちはこうビビったるもんかもしれないけど、はい、7連勝とか言ってたよ。そうなんですよ、2人でやっててあいつと、はい、まあ、次回はドラ息子なんでカメラなんとかこれを負のあれを連鎖を断ち切ってほしいですね。なんでも自分で作り上げた負の連鎖をなんか断ち切ってほしいですねじゃない。自分で。いやいやいや、いやまあ 俺ですけど、はい、はい、いやいやまあね。でもまあなんかそれもこの番組のあれじゃん、この誰かの時にどうこうっていう言い訳じゃないけど、はい、まあ、それを考えたら今負の流れを持ってきてるのは丸ちゃんだよ。俺はフラットな状態でいるとしてね、はい、常にクリはここにいるみたいな。あ、はい、ドラとか丸ちゃんがこうしてくれたりこうなったり。あ、そうです、ね、考えたら丸ちゃんは今どうだよ。確かに、まあ、それに関してはやっぱちょっと責任感じてますね本当に。でもさ、いや別に俺は心底思ってないよ丸ちゃんのせいなんて。それはもちろん、はい、バカじゃないしレバー叩いたあれで抽選してんだしさ、はい、なんでこうやってさ真剣な話してる時コーヒー開けた。今大丈夫かなと思って、もう終わったかなと思って。いやでいいけどさ、はい、今じゃないだろ絶対そういうとこって。俺も別に怒ってるわけじゃないよ、説教してるわけでもないよ。あ、はいはい、まあこれ見てる人はもう分かると思うけど、こういう関係性も、まあね、はい、冷たいうちにと思って、ね、お客様にいただいたやつ。いやもうマジであいつ本当にまるちゃんマジで一回あれだな本当に懲らしめたいな。なんかだから俺これ言ってるでしょ、あの、はい、ディレクター陣誰がトップディレクターか、はい、誰がクリのトップディレクターか対決を俺はもういずれどっかでやりますんで、はい、で負けた一人は、はい、もう本当に過酷な罰ゲーム用意します。その中途半端なやんないです。あの中途半端に辛い、あ苦い痛いとかじゃないです。だから、うん、そこで負けてほしいわてめえに。いやいやいや、そこはみんな応援してくださいよ、結果に応じて。それでもうボロクソですからね今ドラ息子の時代ですよ。確かに、うん、で毎月のバスケ一緒にやってたら、はい、NBA の、はい、5人でやってたんですよこっち仲間揃って、はい、で試合中になんかうんっす、はい、試合中っすよ。だからオンラインだからもう止めらんないから、あ、はいはいはい、でも適当にカチャカチャもうトイレの中でやってていいからっつって、はい、で俺らこうやってハーフコートからこうやってディフェンスやるじゃないですか、はい、相手来たらドラもう見えてないからトイレにいるから、はい、なんか自分が攻める側のゴールでこうやってずっとやってるんですよ一人で。腹立ってしょうがなくてそれが。もう俺ら4対5でやってるんですよもう。一人でもうしてるからもうずっと。腹立ってあいつも。いやまあそこはしょうがないですよね。生理現象ですから。はい、じゃあというわけで本日のクリのツッコませていただきます。以上となります、また皆さんね近い未来お会いしましょう。あ、じゃあ BC へリクエストにあったロボットダンス BC を、うん、あったね、はい、どうぞ。ちょっとうまい。おい、BC。
結構いや何うち結構上手ですね。じゃあまあとりあえずでも飛行機の時間もあるし、そうですね、やりましょう言われたなら。ゲームアプリ、ゲームアプリですね。ピンボールだね。あーはい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 、あループするんですね、いいのが。そう、最後これ、そう、おぉ痛い。クリさん、はい、面白いチャンネル登録 PC をちょっとやってほしいんですよ。やばいやつですね。あらっと